こんにちは。本日もですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、6月の支出をですね、公開したいと思います。僕はですね、現在37歳でして、千葉県の田舎でですね、一人暮らしをしております。で、仕事はですね、アルバイトを今しております。でですね、目標は10万円以内で暮らすってことです。でですね、達成できたのかできなかったのかですね、もしよろしければ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。まず項目はですね、こんな感じです。で、一つずつね、いきたいと思いますけども、まずですね、家賃です。家賃はここはですね、ワンルームの家で、築年数はですね、結構あるんですが、僕的にはですね、普通に暮らしやすいなと思って暮らしております。家賃は水道代と管理費込みで3万円になります。はい。そしてですね、次は駐車場代。僕は一応車も持ってますので、駐車場代は5000円になります。次ですね、光熱費。光熱費はですね、合計で8149円でした。で、内訳ですけども、電気代がですね2150円でした。で、ガス代が5999円でした。はい。これはですね、本当に冬場はですねめちゃくちゃ高かったんですけども、今月というかですねはすごく安く抑えられてよかったです。ちょっとね、だいぶ暑くなってきましたけども、このすだれ、視聴者さんから教えてもらったんですけども、すだれのおかげでですね、まだ1回もエアコンはつけておりません。教えていただいた方、本当にありがとうございました。で、次ですね、通信費です。通信費はですね6452円でした。はい。で、そのうち内訳はですね、ポケット Wi-Fi が4161円です。で、スマホですね、で、楽天のスマホがですね2291円でした。これはちょっと僕のミスです。僕はですね、楽天で1年間無料の契約をしたんですけども、その1年間無料の契約が切れたことをちょっと僕が忘れていまして、ちょっとギガを使ってしまってこの値段になってしまいました。本来だったら全然もっとね安く抑えられてたと思います。次ですね、サブスクです。サブスクに関しては、 Amazon のプライム会員をやめました。今はですね、サブスクあるのは6月から、新しくですねプレミアプロですね、YouTube の編集で使ってるアプリをですね有料で契約しました。それがですね2291円です。やっぱりですね、プレミアプロを使って本当にこう編集をですねちょっとマスターしようと思って、やってます。いろんなですね無料のいいものもあるってことは知ってるんですけども、やっぱりプレミアプロですねは、仕事する上でもすごい必要らしいので、お金を払ってでもですねちょっとそれで、やっていこうと思います。あと、やっぱりこう毎月ですねそれだけの値段がかかっているので、編集頑張んなきゃっていうですね気持ちになると思うので、そういう意味を込めてプレミアプロにですねしました。はい。これから編集頑張っていきます。で、次、食費ですね。食費は僕はベーシアっていうですねスーパーに行ってまして、そこでだいたい買ってます。で、ベーシアなんですけども、ちょっと食料品以外にもですねちょっと日用品も買うことがありますけども、そういうのも少し入ってますが、合計でですね9112円でした。ここはね1万円切れですごく嬉しいです。はい。で、僕、お米はですねこの前動画でもあげたんですけども、お米だけは実家からですね送っていただいているので、もうそこは本当に両親に感謝しております。で、次で雑費ですね。雑費の合計は1万971円でした。ここはですねちょっと結構使ったかなと思います。ちょっとですね、日用品とかも買ったりとか、シャンプーとかですね買ったりとか、あとですね、クリーニング代とかですね、あとですね仕事に行く前にちょっと時間調整のためにですねいつもコーヒーを飲んでるんですよ。で、そのコーヒーチケットが5枚で1100円なんですね。そういうのとかもですね買ってるので、それでね、1万円いくらでした。はい。朝のコーヒーはねちょっとねやめられないので、それはちょっと続けていこうと思います。はい。次はですね、衣服費になりますけども、衣服はポロシャツをですね1枚だけ買いました。仕事で使うやつですね。それが1089円でした。島村で買ったんですけども、本当に島村安くてありがたいです。はい。次ですね、交通費です。交通費は職場に通う交通費はですね除外してます。はい。プライベートでそうですね買った交通費の合計がですね7869円でした。これはですねうち2000円がガソリン代で、うち520円がですねちょっとその時は仕事に行く前に電車がですねちょっと遅延してたんで、1日だけね特急で行った日があったんですよ。それの特急代が520円入ってます。あと残りですね、残りは 何かって言いますと、僕ね6月はね2回東京に遊びに行きました。はい。
友達と先輩と会ってきました。すごくねいい時間でした。たまにはそういったね非日常をですね味わうのもすごく大事かなと思って楽しんできました。はい。でそれに伴って交際費なんですけども7345円でした。その東京に行った2回分で使ったのが交際費ですね。それがですね7345円でした。まあね、この本当交際費とかに使う、まあ、交通費とかもそうですけども、まあ、そういうのはね、すごく大事かなというふうに思っていますし、まあ、これはね、ケチらないように、していきたいと思ってます。そして、借金ですね。借金返済は1万円です。これはですね、以前のクレジットカードの借金です。あと十数万ぐらいで完済、予定です。はい。そして、車の保険代が5490円になります。次はですね、外食です。外食代は、1509円でした。外食のですね内訳ですけども、1回はですね、近所のガストに行きました。439円、もうモーニングで、もうそれはもう固定してるんですけども439円使いました。でその残りですね1070円は先ほど の東京に遊び行った時にですね一人でラーメンを食べに行きました。それが、東京の僕が大好きなですねもう天下一品に行って、ラーメン大を食べた、お金です。1070円ですね。はい、めちゃくちゃうまかったです。そしてですね、最後、娯楽費になりますけども、娯楽費はですね、ゼロでした。はい。もうね、娯楽費をね、めちゃくちゃ削りましたね。もう削るっていうか、もうゼロでしたね。はい。なので、本当にね、削って削って、いきました。そしてちょっと言い忘れたんですけども、外食がさっきの値段だったんですが、あとですね、職場にはですね、お弁当ですね、持ってっています。で、職場に、お弁当持ってかない日はですね、昼食をですね、抜いてます。なので、ですね、前は、職場の近くにあるサイゼリアに行ったんですけども、一回も行ってません。もうお弁当ですね、作って行ってます。お弁当作るのにも最近ハマってまして、まあ、いつかね、ちょっと公開できればなというふうに思っております。はい。というわけでですね、全部今言ってきましたけども、この合計を発表しますね。すべての合計を言いますと、105,714 円でした。惜しい。惜しい。5710円オーバーしてしまいました。もうね悔しいですね。まあ削れるところはまああると思うんですけども、結構ね6月は本当に削れるところは削ってやってきたので、まあまたね今月、7月から、10万円以内で暮らすことをねチャレンジしていこうと思います。まあ僕が心がけたのはさっきも言いましたけども、まあ、お弁当を持っていく、あとスーパーに行くときですね。スーパーに行くときには空腹で行かない大事ですね。はい。あともうなるべくコンビニに行かない。コンビニも多分1、2回ぐらいしか行ってないですね。はい。で行かないということにですね、こだわりました。あとまあもちろん自動販売機で買わない、もうこれはもう鉄則ですけども、うん、そういうことをですね心がけてやってきました。7月は10万円出るかなというふうに思いますので、また頑張っていきます。で5月にですね、僕はパソコンを買いました。はい。これはもう動画編集しようと思って、パソコンを買ったんですよ。10万ぐらいのパソコンを買いました。それが6月にですね、一応引き落とされたんですけども、それはですね、入れてません。もうそれ入れちゃったら一気に超えちゃうんで、それは入れてませんけども、5月にですね、パソコンを購入しました。10万円のパソコンを買ったので、これからね、ちょっと動画編集をですね、頑張っていこうと思いますので、まずはね、僕自身の YouTube の編集からですね、頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画がですねいいなと思っていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではですね、本日もご視聴ありがとうございました。さようなら。